ヘルシンギニアルカパロクルビは、フィンランド、南スオミ州、ウーシマー県ヘルシンキに本拠地を置くサッカークラブである。名称は、ヘルシンキのサッカークラブという意味。頭文字をとって、HJK、また、HJK ヘルシンキとも呼ばれる。1907年に創設された。ホームスタジアムは1770人収容のボルトアレナであり、 2000年からこのスタジアムをホームスタジアムとしている。ボルトアレナ一般的にフィンランド最大のサッカークラブとされる。ベイッカウスリーが優勝28回、フィンランドカップ優勝13回、フィンランドリーグカップ優勝5回の経験がある。また国際的に成功したフィンランド人選手の多くが本クラブに所属していた経験がある。HJK は UEFA チャンピオンズリーグの 本戦グループリーグへの参加経験がある、フィンランド唯一のクラブである。1998から99シーズンの予選プレイオフでは、フランスの FC メスを下して、グループリーグの出場権を手にした。ドイツの1、FC カイザースラウテルン、ポルトガルの SL ベンフィが、オランダの PSV アイントホーフェンと同組となり、グループ再開に終わったものの、ホームで、 SL ベンフィカに勝利するなどして、勝ち点を獲得した。2011から12シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ予選では、ウェールズのバンガーシティ FC と対戦し、ホームでは10から0で、2試合合計では13から0で対勝した。2014から15シーズンの UEFA ヨーロッパリーグ予選では、オーストリアの SK ラピードウィーンを下して、 温泉グループリーグに出場した。第四節のトリノ FC 戦では UEFA ヨーロッパリーグでのフィンランド勢初勝利を記録した。以前はアイスホッケー、ボーリング、フィールドホッケー、ハンドボール、フィギュアスケート、バンディの各部門も保有していたが1972年にサッカークラブとして独立した。ユニフォームの色は伝統的に青色と白色のシャツ。 青色のパンツ、青色のソックスである。エンブレムは一世紀近くも大きな変化が加えられていないが、小規模なフォントの変更が行われている。1911年にリーグ初優勝した際のメンバー1907年5月にカイサニエミ公園のボーリング場で創設会議が行われ、フレデリック・ワサによってヘルシングン・ジャルコパラクルービーとして設立された。 ヘルシンキ郊外のエケナスにおいて、エケナスイフと初試合を行い、HJK が4から2で勝利した。フィンランド語話者の学生の間では、HJK が人気を得て、スウェーデン語話者の学生の間では、ウニタスやヒフックが人気を得た。白熱した議論の後、1908年後半には、クラブの公式言語がフィンランド語のみとなり、スウェーデン語話者のメンバーは、 皮膚などの他クラブに移った1909年には青色と白色がクラブカラーに選ばれバンディ部門が設立された会社にエミグラウンドから新築されたヘルシンキ動物園スタジアムにホームスタジアムを移転した同年末にはクラブ創設者のフレデリック・ワさんが病気によって会長から退き1910年には19歳のラウリ・ダーナーが代表となった ターナーは1912年ストックホルムオリンピックの体操競技にフィンランド代表として出場し、銀メダルを獲得している。1910年にはスウェーデンのエリックスドルズ・イフがヘルシンキを訪れており、カイサニエミグラウンドでクラブ初の国際試合が行われた。1915年に建設されたトゥールン競技場を1911年には初めてフィンランド選手権を制した。 1915年にはトゥールン競技場を新築した。1916年にはクラブ第3の競技としてテニス部門が新設された。1918年のフィンランド内戦では右派の白守る軍のために戦っていたメンバー2人が死去した。1921年にはバンディ部門がフィンランド選手権で初優勝し、 続く5シーズンでは5年連続で決勝に出場して3度優勝した。1925年にはボーリング部門が設立されたが、1926年には別クラブが結成されている。1928年にはアイスホッケー部門が設立され、1929年にフィンランド選手権で初優勝した。1930年にはサッカーのフィンランド選手権に、 リーグ戦形式が採用されたが、HJK は初年度の3人を逃した。1931年に初めてリーグ戦形式のフィンランド選手権に出場したものの、シーズン終了後に2部リーグ降格となった。第二次世界大戦中には22人のメンバーが死去した。1939年から1940年の冬戦争で9人。 1941年から1944年の継続戦争で12人、1944年から1945年のラップランド戦争で1人である。対戦中の1943年にはクラブ6番目の競技としてハンドボール部門が設立された。設立後の3シーズンで銀メダル1個と銅メダル2個を獲得したが、その後はそれ以上の成功を得られなかった。 なお、ハンドボール部門では、クラブ史上初めて女子チームが設立され、女子チームは、フィンランド1部リーグで22シーズンプレーしている。1963年シーズンには11年ぶりに2部リーグで、プレーし、22試合で20勝1分1敗、127得点18、失点という抜群の成績を残して、昇格を決めた。SM サル、 じゃ、昇格社年度の1964シーズンには10回目のリーグ優勝を果たした。1965から66シーズンのユーロピアンカップでは初めて欧州カップ戦に出場し、予備戦でイングランドのマンチェスターユナイテッド FC に2試合合計2から9で敗れた。1966年のフィンランドカップでは初めて決勝に進出し、7000人を超える観客の前で、 KTP に6から1で勝利。1955年に始まった、この大会での初優勝を飾った。1960年代後半には、バンディ部門が廃止された。1966年には、フィギュアスケート部門が設立されたが、1972年に廃止されている。1972年には、アイスホッケー部門も廃止され、百七十八年には、 ハンドボール部門も廃止された。こうして1978年にはサッカー部門がクラブの唯一の競技となった。1982から83シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは大量失点が当たり前だった。フィンランドのクラブの中で2回戦にて当時黄金期を迎えていたリバプール FC をホームで1-0の勝利を収める大金星を挙げた。 2014年から2017年までプレーした、田中ード夢1998から99シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ予選では、フランスの FC メスを破り、フィンランドのクラブとして初めて本戦の出場権を得た。ホームでは、ポルトガルの SL ベンフィカに勝利し、また、ドイツの1、FC、カイザースラウテルンにはホームで引き分け、ベンフィカにはアウェーで引き分けた。 グループリーグ敗退に終わったが、一勝2分3敗で、勝ち点を獲得した。隣接するテリアゴジーアレーナと、オリンピアスタディオン2000年には、ホームスタジアムのフィンエアースタジアムがオープンした。2002年には20回目の国内リーグタイトルを獲得し、2008年には10回目の国内カップタイトルを獲得した。2009年から2014年には、国内リーグで6連覇を達成した。 2010年には電気通信事業者のソネラがスタジアムの命名権を取得しフィンエアースタジアムはソネラスタジアムに改称された2014から15シーズンの UEFA ヨーロッパリーグでは予選でオーストリアの SK ラピードウィーンを破りフィンランドで初めて本戦グループリーグの出場権を得たホームゲームではイタリアのトリノ FC とデンマークの FC コペンハーゲンを破り、勝ち点6を獲得して、グループ3位となった。2015年初頭には、日本代表のハーフナーマイク、同じく、日本人の田中アドユメ、フランス人のギームシーなどを獲得し、1998年以来となるリーグカップ優勝で、最先の良いスタートを切った。このシーズンには、ヒフックが、ウッコネンから、ベイッカウスリーガに昇格しており、 1972年4月以来となるダービーマッチを戦った。しかし2015年シーズンは SJK とロップスに次ぐ3位となり7連覇は逃した。2017年にはソネラスタジアムがペリアゴジー・アレーナに解消された。出展国際ザッカー歴史統計連盟2018年8月16日現在、欧州での記録、編集欧州での成績、 編集2020年11月13日現在、詳細は、カテゴリー、HJK ヘルシンキの選手を参照 GK、DFMFFW。ありがとうございます。